しいお客様を連れて見えたんですのね。よろしく。笹川あさみです。まあ、お花屋のあさみさん、こちらこそよろしくお願いいたしますわ。着物着てる。はい、私これが一番着慣れておりますから。私ったら、お客様にお茶もお出ししないで。失礼いたしました。すぐにご用意いたしますから。まあ、もう帰ってしまわれるんですの？残念ですわ。そんなお時間ですわね。私ったらぼーっとしてて気がつきませんで。あさみさん、また遊びにいらしてくださいませね。うん、また来る。着てたの？
えるきれいなやつだったよ。大人みたいな話し方のくせに背は低かったな。どっちかっていうとまだ子供だよ。あれはまだ15歳で。15で結婚？15ったらまだ子供だよね。なのになんで結婚するの？若くして亡くなったなんて本当にかわいそう。幽霊になってまでここに留まってしまうほどの思いが何かあったのね。せめてその心残りを晴らしてあげられるといいわね。できることがあったら何でも言って、私たちも手伝うわ。うん、あさみ、何でもしてあげるよ。ではそろそろ起きてやろう。慣れだよ慣れ。いや、今日は食事の時間が惜しいのでな。これだ。栄養分の補充ができれば問題ない。無駄にしてしまうな。悪いとは思うが。さて、もう行く。保健室。眠い。よくあんなのと喋れるな。ああいうのは黒木の対象外だ。見た感じはいいからもったいないけどな。ナンパの人発見。こんにちは。なんだとはご挨拶ね。
ないですよ、もう。ちょっと、私そんなに意地悪くないわよ。暮らしてるんだもの。それはそうだけど、そういう問題じゃなくて、とにかく彼女をあまり困らせたらダメよ。いい？まったく。先ほどまでは黒い箱でしたのに、なんでし…わかりましたわ。私も何度か見に参りましたのよ。映画でございましょ。見た時は驚きましたのよ。写真が動くなんて素晴らしいですものね。私が見たのはこんな綺麗な色がありませんでしたけれど、本当にすごい方だわ。なんて物知りなんでしょう。ますます尊敬いたしますわ。申し訳ありません。私、物知らずで。
ます。いってらっしゃいませ。先輩の定休日なの。その先輩がいないとみんな練習にならないのよ。合気道については葉月先輩の指導が全てだから。さあ、ご一緒に町へ繰り出しましょう。あ、あ、ナンパの人だ。その説はどうも。ところで一応確認するけどさ、マジに付き合ってんの？彼女だよ、あの気のすごい子。黙ってないで何とか言ってみ。余計に怪しいではないか。何内緒話してるのよ。仕方ない、彼女の方にも話を聞いてみるとしよう。あの、私そろそろ行くね。友達を待たせてるから。それじゃ。僕が？そりゃないだろう。
少々お待ちください。あ、これもう完売しちゃったんですよ。あっという間だったようですね。すいません。どうして気づかなかったんだろう。私ったらバカだ。お客様、どうやら追加公演があるらしいですよ。本当？予約できますか？直接電話予約だけらしいですけど、チラシ持っていきますか？ありがとう。このポスターもらえないかな。そうだね、もう一回行ってくる。そうだよね。夢中で考えなかったよ、私。クリスティーナ・ゴラムよ。だってすごいんだよ。まだ13歳なのに天才少女なの。歌も踊りも演技もピカイチでね。ビデオで見ただけなんだけど、なんかこう、とにかくすごいのよ。主演したのがすごくてね、一躍世界のミュージカルスターになったのよ。シングルバードって言って、歌の才能を見出された孤児が大人に利用されていくって悲しいお話なんだけど、その歌がすごくて、怒ってたり切なかったりを歌だけで表現していくのよ。ほら、愛を知らずに育ってるから無表情なのよ。けど全部歌が感情を表現していくわけなの。英語で意味わかんなくても感情だけはすっごくよくわかっちゃうの。すごいでしょ。すごいよね。すごいんだから。あんな風に歌えたらいいな。まあね、それで演劇部にスカウトされたんだ私。私、あがり症じゃない。カラオケボックスならともかく、舞台でなんて歌えっこないって思って断ったのよね。でも人ってあんな風に歌えるんだなって思った。なんかすごく感動した。それでね、ちょっと頑張ってみようかなって思ったんだ。友達に褒められていい気になってちゃダメかなって。そういう意味じゃなくて、もう違う。あ、そうだった。早く部屋に帰ってポスター貼ろうっと。じゃ、またね。
だって電話予約手伝ってくれるよね。ね、もちろん手伝ってくれるよね。あ、あやめさんに起こすの頼んでおこうかな。